鴨市中心部周辺の空中写真、1975年撮影の8枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成、鴨市中心部鴨川鴨市は、新潟県の中央部に位置する市である。市街地は三方を山に囲まれ、鴨川が干流している、都市の起源は平安時代に遡り、大見神社の鳥居前町として栄えたのが始まりである。 古くから京都との関わりがあったことや、中心街の落ち着いた街並みから、越後の小京都とも呼ばれる。元市長の小池清彦は、山鶴町の合併しない宣言と同様に、周辺市町村との合併を一切行わないことを政策とした。キャッチフレーズは、日本一の福祉の町。地域は東西に細長く、市西部は越後平野、東部は ニー丘陵に属する産地である。東端には、淡が竹がそびえている。標高は1292メートル。日本300名山にも選ばれていて、人気がある。標高は低めだが、登山口の標高は200メートル程度のため、標高の割に急勾配である。市街地の中心部を鴨川が縦貫し、非西部で品濃川に合流する。品濃川沿岸では、和なしや、桃、 用梨といった果樹の栽培が盛んである。平野部は水田探索地帯でコシヒカリが多く栽培されている。市街地に隣接した鴨山は県の木にもなっている雪椿の群生地である。鴨川はかつて川幅が狭かったが昭和40年代の度重なる水害沖に河川敷が拡張、整備され市民の憩いの場となった。川には 多くの橋が数百メートル間隔で架けられており、8月14日には橋同士を結んだ全長2キロメートルのナイアガラ花火が催される。JR 線を挟んだ西側の地域は、ここ30から40年の間に建設された比較的新しい市街地で西かと呼ばれている。東側の旧市街に比べて、道幅が広く自動車でのアクセスがしやすいため、 ロードサイドショップが立地するなど、近年急速に発展し、水田を侵食する形で西に向かって拡張を続けている。一方、西かもとは対照的に旧市街である中心市街地の商店街では空洞化が問題となっている。北陸自動車道と上越新幹線の開業以来、かもも含めた実質的な経済の中心は、隣の三上市に移動しており、かもの拠点性は、 薄れつつあるのが現状である。モータリゼーションの進展に伴ってそれはさらに大きくなり、日常の買い物のために乗用車で三上市まで出向くかも市民も多い。現在、品濃川に沿う形で国道403号バイパスの建設が進められているが、完成によって周辺市町村との結びつきが強まることが期待される。一方、 ストロー効果による、さらなる顧客の流出も懸念されている。三条市や園市、南蒲原郡多賀町などとともに、上越新幹線つばめ三条駅と北陸自動車道三条園インターチェンジを中心とした地域は、経済的なつながりが深い点から、これらを総称して、県央地域と呼ぶ場合がある。県央地域が、中越地方と下越地方のどちらに含まれるかは、明確ではない。 多賀町とは、国道403号線沿いに住宅地が連続しており、境界はほとんど判別できない。地域社会としても一体化している。産地、編集主な山河川、編集主な川新潟県市長、編集現職前、市長かも警察署、新潟県立かも病院かも郵便局本部、交番駐在所本部主な消防署主な、病院図書館、 編集主な図書館博物館、資料館主な運動施設海外、編集姉妹都市国内、編集提携都市その他カモショッピングパーク、メリア、カモ信用金庫本店市場主な商業施設、カモ高等学校私立県立私立私立、カモ駅と路線バス市域は JR 新一本線の沿線となっており、市内には一つの駅がある。東日本旅客鉄道かつては、 カンバラ鉄道線が乗り入れていたが、1985年に廃止され、現在は市民バスが廃線跡付近を走行する。県央地域あたり部のバス路線図、鴨市営市民バス高速道路、編集市内に高速道路の IC はない。最寄りの IC は、北陸自動車道三条園 IC、牧方東 IC、万越自動車道ニーツインターチェンジ、安田インターチェンジなど、 一般国道、編集主要地報道、編集一般剣道、編集大見神社冬、鳥越スキーガーデン参考ウ,ウェブサイト、鴨志市商工観光課主な城郭主な事業主な神社この他の祭事については、鴨のお祭りを参照。ありがとうございます。